モンテカルロバレーは、モナコ公国のモンテカルロに本拠を置く、同国の国立バレー団である。モナコ公妃グレースの遺志を継いだハノーファー王子ヒカロリーヌにより、1985年に設立された。モナコ公国モンテカルロバレーと呼ばれることもある。バレーリュスド・モンテカルロとは直接の関係はないが、モナコにおけるバレーの伝統を受け継ぐバレー団として、 バレエリュスの作品をレパートリーとしている。1985年12月21日にパリオペラザ・バレエから数名の客演を迎えて初公演を行った。ギレーヌ・テスマーとピエール・ラコットの監督によりディアギレフスタジオでリハーサルを行いモンテカルロ歌劇場で公演を行った後直ちにツアーを開始した。バレエリュスの作品やケビン・ハイゲン、ジョン・クリフォード、 ジャンクリストフ・マイオー、ディー・ターンマン、ウーベ・ショルツなどの振付家によるコンテンポラリー作品をレパートリーとする。1989年、前年に去ったギレーヌ・テスマート・ピエール・ラコットの後任として、ジャン・イブ・エスケールが芸術監督に就任した。1992年にジャンクリストフ・マイオーが芸術コンサルタントとして入団し、翌年9月には正式に 芸術監督兼振付家に就任した。その4年後には、毎ーの尽力により、本拠地を自前の建物に移転した。2000年12月には、モナコに新設された、国際会議場、クリマルディフォーラムの付属ホール、サレデプランスの舞台でシーズンを迎えた。ありがとうございます。